レーダ・ビーデンブリックは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェスト・ファーレン州東部、デトモルト行政管区のギュータースロー軍に属す、中規模軍所属市である。この町は、1970年の地域再編により、レーダ市とビーデンブリック市、それにその周辺町村であるバーテンホルスと、リンテル、ザンクト・ビーイト及びノルト・エムスが合併して成立した。この20都市は、 ドイトブルクの森から南に約 30km 離れたベストファーレンボン地内のエムスザントエーベネに位置している。かつて独立した都市であった例だとビーデンブルックとの間は連邦アウトバーン A2 号線によって隔てられている。ただし、このアウトバーンは歴史的な領主の境界線上を走っているわけではない。市内をエムス川が流れている。最寄りのより大きな都市には 約 11km の距離にあるギュータースロー、約 20km のリップシュタット、約 35km 離れたビーレフェルト及びパーダーボルン、約 55km 離れたハムがある。エムス川は南東方向から本市に流れ込むビーデンブリュック屋外プール付近で分流が北に向かって分岐する。エムス川と分流はビーデンブリュック旧市街を囲むようにして流れ、 ラーツギムナジウムの高台にあるエムス湖の裏手で再び合流する。エムス川はその後1988年にランデスガルテンシャウが開催されたビーデンブリュック中心部とレーダー中心部とを結ぶ敷地を抜けて地域の北端からこの町を離れて行く。エムス川の小さな支流がいくつもこの町の市内にある。例えばハーメルバッハ川やオイステルンバッハ川などである。 この他に特筆すべき水域としては、アウトバーンのレーダービーデンブリュック、インターチェンジ北東を A2 号線沿いにあるブックセルス湖、レーダー北東のエムス川沿いにあるベーニシ湖、ビーデンブリュック東部のバーペルバフ派川沿いのリンテラー湖がある。合併して一つの都市を構成しているかつての二つの都市を特徴づけているのが、エムス川沿いに何キロメートルにもわたって伸びる緑地帯である。 この緑地帯はビーデンブリュック内市街のエムスコ付近から始まる。地域全体が南から北に向かって下っている。都市の市街地の外は農業が主体である。比較的広い森林環境はレーダー地区の東側や四北東部のエムス川とギュータースローとの間のレーダーの森に見られる。エムスコ付近の基礎港に見られる地層地盤の奥深くは 古生代の集局した岩の地層である。その上を約1000メートルの厚さに中生代の粘土岩、石灰岩、泥灰岩が覆っている。市の西部及び南西部には、ベックム山地の死脈として、白亜気候期の泥灰岩や石灰、泥灰岩の地層が地表近くに存在している。ここでは、その多くは、モレーンや雪解け水の沈殿物などの表記の薄い、 堆積岩によって覆われている。エムス川の低地では一部では20メートル以上の厚さで表記の一部は5表記の砂地の川の堆積物が覆っている。また、風で運ばれた細かい砂の層で覆われている箇所も所々にある。表記に形成されたエムスタールの荒岩は地下水の重要な流路となる。砂や歴は多くの地下水を通し、この水は レーダの森上水上付近では、エムス川の水を追加することで、人為的に蓄積される。ベックム山地方面では、利用できる地下水は乏しく、一部の地区で利用されているだけである。より深い地層には、水がないか、あったとしても塩を多く含んだ水である。レーダビーデンブリュックの地熱分布図紙の西部には、スタグノゾルが広がっている。 ここは湿潤と乾燥が頻繁に入れ替わる地形で特に緑地として利用されている。排水工事を行うことで工作地として利用することが可能となり、まずまずの収穫が得られるようになった。地域東部のエムス川周辺にはエムス川の沈殿物からポドゾルが形成されており、工作地として利用され豊かな収穫が得られている。低地や盆地では地表付近に地下水があり、 緑地向きの環境である。一部は排水を行い工作地としても利用されている。地域全体は何世紀にもわたって農業に利用されてきたプラゲンである。レーダビーデンブリュックの地域は地熱ゾンデによる地熱源やヒートポンプによる地熱採取については中程度から良好な状態にある。クライネミッテルシュタットに分類される。 本市の面積は86.88平方キロメートルである。その多くは農業用地と森林で合わせて全市域面積の71.3%を占める。南北の最大幅は約12.6キロメートル、東西のそれは約14キロメートルである。地境海の全長は50.2キロメートル、最高地点は海抜105メートル、最低地点は 海抜66メートルである。レーダービーデンブリュック市は、西から時計回りに、以下の市町村と隣接する、エルデ、ヘルゼブロッククラールホールズ、ギュータースロー、リートベルク、ランゲンベルク。レーダービーデンブリュックは、その基本条例3によれば、本来のレーダー、ビーデンブリュックのタバーテンホルスと、リンテル、ザンクトビートの3つの地区で構成されている。 2004年10月1日以前は、ノルトエムスも地区した地区であったが、レーダに統合された。以下の表に各地区の人口と面積を示す。1、レーダの人口及び面積は、ノルトエムスを含むレーダービーデンブリュックは、温和な中央ヨーロッパ気候に属している。この町は、アダイ西洋製の海洋製気候地域に位置している。冬は、大西洋の影響で、おおむね温和であり、 夏はかなり暑い。アダイ西洋製海洋気候であることから年間を通して湿潤で比較的平均した降水がある。レーダビーデンブリュックの降水量データはないが、約 11km 離れたギュータースロー速攻所のデータが利用できる。その年間降水量の長期平均値は761ミリメートルである。これはドイツ全土の平均値よりも多い降水量である。 785年頃ビーデンブリュックにその方がとなる教会が初めて建造されたと思われる。遅くとも900年頃には欲労を持つバシリカが建設されていたことが発掘により証明されている。年輪年代学研究はビーデンブリュックのエギリウス教会の北側で、 発見された二つの木管が907年から923年と926年から942年のものであると結論付けた。レーダは早く見積もって1085年、遅くとも1088年に初めて文献に記録されている。レーダ城は初めて記録された1170年から1807年、1815年までレーダ家の中心地であった。ビーデンブリュックは アムト・レッケンベルクの首優であり、オスナブリュック司教領の飛び地であった。後に皇帝となるオ,ッ世は年にオスナブリュック司教にビーデンブリュックにおける市場開催権、貨幣中造権、関税権を与えた。ビーデンブリュックで作成された985年のオットー三世の文書が知られており、この頃ここには王の宮廷があったと推測されている。 オスナブリュック司教エンゲルベルトは1225年にビーデンブリュックを含む数都市に裁判所を設けた。これはオスナブリュック司教本部が両方としてのオスナブリュック司教領に発展する出発点となった。1230年頃の貨幣がビーデンブリュックで作られた現存する最も古いものである。ビーデンブリュックは1231年にキビタスと記述されている。 1249年にノイシュタットが建設され、その1年後にレッケンベルク城が初めて記録されている。1462年頃、オスナブリュックをモデルにしてビーデンブリュックで最初の都市機構が成立した。ビーデンブリュックでは1543年に司教フランツフォンバルデックの代理人ヘルマン・ボンヌスによって宗教改革がなされた。 1565年にビーデンブリュックはルター派が優勢とみなされていた。この年のビーレフェルト会談でビーデンブリュックが属すアムトレッケンベルクと隣接レーダとの境界が確定し、二つの独立した支配地域が初めて認知された。1647年に出版されたマテウス、メイリアンの同伴画に描かれたレーダその後1624年から1625年に 対抗宗教改革運動が起こった。30年戦争でビーデンブリュックは1626年にデンマークに占領された。1628年に司教フランツビルヘルムホン・バルテンベルクが統治を開始し、対抗宗教改革を確定させた。1637年にこの地域で最も古いギムナジウムの一つであるギムナジウムマリアヌムが設立された。 これは6クラスのラテン語学校で、後のラーツギムナジウムビーデンブリュックの母体となった。1644年には、司教フランツビルヘルムによって、フランシスコ会修道院が創設された。3年後の1647年7月に、スウェーデンがビーデンブリュックを占領したが、防衛施設を破壊し、2ヶ月後に撤収した。 ミュンスターとオスナブリュックで行われた1647年のベスト・ファーレン条約に関する議論で、オスナブリュック司教領に対して、カトリックの司教とブラウン・シュバイク・リューネブリュック家出身のルターハ監督とが交互に統治するよう命じられた。1664年、オスナブリュックの監督官、エルンスト・アウグストの命令により、都市の防衛施設再建が開始された。 1716年にこの町における最後の銅化が鋳造された。1726年、レッケンベルクに新しいアムトハウスが建設された。オスナブリュック工業における市教本部の組織改編によりビーデンブリュックは1802年にハノーファー選定工業に属すこととなった。ついで、1807年に本市はベストファーレン王国領となった。 1810年にこの王国は廃止され、ビーデンブリュックを含むアムトレッケンベルクはウィーン会議、プロイセン王国領となり、1816年に新たに設けられたベストファー練習の一部となった。これによりビーデンブリュックはオスナブリュック市教区から分離され、かつてオスナブリュックのアムトレッケンベルクに属したカトリックのコミュニティはパーダーボルン、ヒロツカサ教区に編入された。 1938年11月10日の早朝、あらかじめ近くの旅館のイハウスに集まっていた突撃隊員らがレーダのシナゴーグに火を放った。その遺構はその後取り壊され、土地は売却された。1938年にアウトバーンが開通した。このアウトバーンは、時々誤って言われるように、レーダとビーデンブリックとの間の境界線上をほぼ正確に、 通っているわけではなく、様々な箇所で何度も境界線と交差している。1940年、元水ヘルマンゲーリングによって、ドイツ全土で境界の金が軍事産業のために挑発された。1816年から1970年の地域再編まで、本市はその名を冠したビーデンブリュック軍の首輸であった。ノルトベストファー練習の地域再編に関して、 1969年12月4日、制定のビーデンブリック軍とビーレフェルト軍の一部の新設に関する法律により、1970年1月1日に、それまで独立した市であったレーダーとビーデンブリック、町村のバーテンホルスト、リンテル、ノルトエムス、ザンクトビートから新たな市レーダービーデンブリック市が成立した。これにボーケルの小さな一部分とヘルツェブロックの オスフェルト集落が加わった。1973年1月1日にビーデンブリュック軍が廃止され、レーダービーデンブリュックは新たに創設されたギュータースロー軍に編入された。ビーデンブリュック軍の廃止まで自動車のナンバーは WD であり、現在もオールドタイマーで用いられている。2013年1月1日現在の住民数47,723人の うち23,428人、約49.1%が、ローマイコールカトリック信者である。レーダ・ビーデンブリュックは、パーダーボルン、広塚教区に属している。1274人、約21.6%が、福音主義教会の信者である。この信者らは、ベスト・ファーレンの福音主義教会のギュータースロー、教会クライスに属している。万八百二人、 約23.6%がその他の宗教の信者、または無宗教である。ギュータースロー軍はドイツで暮らすアラム人の中心地であり、本市には比較的多くのシリア正教徒が住んでいる。以下の表はレーダビーデンブリック市の人口を示している。1939年、1950年、1961年の人口は現在の地域にあたる地域の人口である。 1970年までと1987年は人口調査結果、1975年からは州のデータ管理、統計局の公的な研究結果によるものである。1975年から1985年までは推測値、1990年以降の数値は1987年の人口調査結果に基づく推定値である。レーダービーデンブリックは 衆議会選挙では、ギュータースロー3区、連邦議会選挙では、ギュータースロー選挙区に属す。レーダ・ビーデンブリュックの市長者、レーダ・ビーデンブリュックの市議会は、38議席からなり、これに議長として市長が加わる。市長は、テオ・メッテンボルクである。彼は2009年に市長に選出され、2014年に68.5%の票を獲得して再選された。 初代の専任市長は、ベルント・ヨスト・クライグレーベであった。それ以前、本市は名誉職の市長とスタッドディレクターの二等生であった。レーダ・ビーデンブリュック市の紋章の図柄は、以下の通り、銀字と赤字に左右に分割。向かって、左は、金色の冠をかぶって、左を向いた黒い獅子。向かって、右は、金色の六本スポークの輪。1970年にレーダ。 ビーデンブリュック、バーテンホルスト、リンテル、ノルト・エムス、ザンクト・ビートが合併して成立した新しい町レーダビーデンブリュック氏の紋章は1971年8月25日に承認された。この紋章はかつてのレーダ氏の紋章の遺章とビーデンブリュック氏の紋章の遺章を引き継いでいる。死死はレーダ家のチャージでレーダが属すベンテック・レンブリック博の紋章に保持されている。 我は、ビーデンブリュックが属していたかつてのオスナブリュックのアムと、レッケンベルクの印象デザインである。レーダとビーデンブリュックとが合併する前、レーダは1958年から、ズーティストク、ビーデンブリュックは1952年から、ゾンプコビチェシロンスキーへの援助協力士となっていた。合併後は、レーダ・ビーデンブリュック氏が援助協力都市関係を引き継いだ。レーダ・ビデンブリックは、 中輪原州のハイルバーとハイリゲンシュタットの援助協力都市であったが、現在は正式に友好都市協定を結んでいる。本市は1976年から東郷のゴーダ軍と1987年からアゲングア軍に対して自立支援の形で援助を行っている。本市には固有の劇場がない。しかし、様々な場所で多くの催しが開催されている。 現在、レートゥスの新築が計画されており、これまで果たしてきた、シリーズ、ホール、劇場の機能を引き継ぐ。レーダ・ビーデンブリュックにはいくつかの博物館がある。オーケストラ・コレギウム・ムジクムは、アマチュアの弦楽オーケストラである。このオーケストラは、レーダ・ビーデンブリュック室内音楽協会とともに、レッケン・ベルクエムス市民大学によって運営されている。このオーケストラは、 周辺での単発の出演の他に、ギュータースロー郡南部で伝統的な夏のコンサートや冬のコンサートを開催している。歌唱、合唱室内学フローラベストファーリカは、レーダー城のオランジェリーで、レッケンベルクエムス市民大学と共に年間を通して、室内学のコンサートを開催している。この団体は2つのコンサートシリーズと1つのフェスティバルを組織している。 5月から9月までのフローラクラシックゾンマー、9月から4月までのムジカダカメラ、5月のハルモニームジークフェスティバルである。福音主義の教会音楽レーダとビーデンブリュックの福音主義教会組織は、レーダビーデンブリュック教会合唱団、レーダビーデンブリュック青年合唱団及び様々なプロジェクトの合唱団による広範な共同音楽活動を行っている。さらに、 CVJM では、テンシング・レーダ・ビーデンブリュックや、ヨアヒム・シュレーダー式の CVMJ 金管アンサンブル、レーダ・ビーデンブリュックの活動を組織している。カトリックの教会音楽レーダ地区では、カントールのヘラルト・ゴークスにより、セイクレメンス教会に莫大な教会音楽の資産が、もたらされた。1995年に設立されたセイクレメンス、児童、青年合唱団もその一つである。 ビーデンブリュック地区では、カントールのユルゲン・ビューステフェルトにより、聖エギデュース協会に、協会音楽の資産がもたらされた。聖エギデュース児童、青年合唱団がその一つであるが、1891年に設立された聖エギデュース協会合唱団もある。聖ピデュース協会では、協会音楽家、ビルフリート月経での下で月に1回程度の頻度で、 音楽に特化して構成された礼拝が行われている。音楽組織レーダー区修教建築世俗建築レーダー、上機組建築が並ぶドクトール広場レーダーの墓地に立つ、平等ビーデンブリュック地区修教建築ビーデンブリュックの視聴者行政建築マルクと広場に面した、視聴者は1619年に3階建ての木組建築として建造された。1790年の建て直しの際に、 丸くと広場に面した新しい堂々としたファサードが設けられ、半節つま屋根が見られる。世俗建築密集していることで有名だったかつての街並みは解体と新築が繰り返されたことにより大きく損なわれた。しかし統一的で密集した都市景観がほとんど残されない状態となった例だとは異なり、ビーデンブリックにおける1970年代の 再開発はそれほど広範囲なものではなかった。1968年に水路拡張のために重要な建造物シェーン・ホーフが失われたことは、この町の歴史にとって特に痛手となった。この建物は、その後ベストファーレン野外博物館でトモルトに再建された。その後都市の復元に向けての努力がなされ、必要な新しい建物がうまく調和し完全に成功を収めた。 古民家の数は現在も注目に値する。その多くは切妻作りの木組みのーレンハウスであり、その一部には彫刻が見られる。こうした建物は通りに面して大きな入り口が設けられた吹き抜けの土間を特量とする。一見田舎のファッハハレンハウスとの類似性が強いが、ここには農業に従事する市民はほとんどいなかった。最新の知見によれば、これらは 平戸間式家屋の発展型ではなく、はじめは単なる大きな空間からなるアインハウスから形成されていったものである。こうした建物の多くには、手工業者が住んでいた。農業は単に副業として営まれ、自給用に工作がなされたに過ぎない。家畜は、家屋の裏の土地に建てられた独立した、家畜小屋で飼育された。ベストファーレン地方の他の小都市と同様に、 ビーデンブリュックは特に手工業の町であり一部は商人も住んでいたが本来の意味における農業市民の都市ではなかったビーデンブリュック芸術家の家個別の建物については以下のものがあるランゲ通りの町並みランゲ通りは17世紀以降に建設された保存状態の良い木組みの家屋を数多く見ることができる特に見事なのは十七番地から十五番地の 建築軍である。個別の建物で古いものを列記する。防衛施設火薬塔本州は中世以降、防衛施設を有していた。死壁とその前のツビンガーが巡らされていた。これらの施設中、ミューレンバルの火薬塔だけが残されている。この塔は、レンガ作り半円形のシャーレントゥルムで下部に銃眼が設けられている。この塔は15世紀。 または16世紀初めに建造された。エムス川と共に、かつて防衛施設の堀の役割を果たしたウムフルートも残されている。彫刻、記念碑、祈る、農夫像ビーデンブリックのマルクト広場にある泉の像、祈る農夫は祈る人物をかたどっている。台座は2つの水盤の間にあり、ビテンダーランドマンと刻み込まれている。この像は、 ビーデンブリュックの名誉市民で1882年から1892年までビーデンブリュック軍の軍長1898年から1902年までシュレースビヒの上級参事官1902年からはプロイセンのベルリン文化大臣を歴任したエルンスとオスターラードによって寄進された彼はビーデンブリュック出身の彫刻家ベルンハルトハイジングと出会い その作品に強く興味を持ち、ミュンスターの農民指導者ショルレマーアイコールアルスとの立像を称賛した。ハイジングは、労働運動に対する関与で知られていた。彼は、故郷のビーデンブリックに、親しみと感謝の印としてこの立像と同じような大きな記念碑を建てたいと考え、祈る労働者というアイデアを思いついた。ハイジングはその作品に、程よい労働、土地、 宗教的環境を与えられた農夫が休日に自分の庭で祈りの事象を聞き、とても親愛な神に思いをいたすというプログラムを与えた。しかし地元ではすぐに労働者ではなく農夫と呼ばれるようになった。この像はマルクト広場の泉と共に1903年11月1日に公式に完成した。多くのギルドが形成された手工業都市としての歴史や、 住民の深い信仰心はこの芸術作品に表現されている。この泉の像は歴史の曲折を経験した。第一次世界大戦中、この像は軍装備を得るために撤去され、見つぶされることになっていた。しかしこの像はその運命を免れ、ベルリンの中蔵所でビーデンベックの商人、フェリックス・プレーガーに偶然発見されて無傷でビーデンブリュックに運ばれた。 第二次世界大戦中、この像は再び撤去され、実際にいつぶされてしまった。あらかじめ作られていた石膏の方がこの人気の像の再建立に役立った。ブロンズ像を鋳造するために、原型の大きな石膏像が、ハイジング家の子孫によって、バートドリーブルクに何年も前から運ばれていたことは、ビーデンブリュックでは1950年まで知られていなかった。彫刻家。 ベルント・ハルトマンは石膏型に基づいて新たに、鋳造を行い、1951年12月、元も々ともとあった場所で、除幕式が行われた。ノイエ・エミューレ記念碑歴史的な原型に基づいて、再建された3つの水車の輪は、ミューレンバルとレクトラーツ通りとの角にあった、脱穀水車、ノイエ・エミューレを記念したものである。この水車は1250年から1969年まで、 存在していた。三つの水車の輪を組み合わせるのは極めて珍しい。水車の輪の直径はそれぞれ約5メートルである。合計約2500の歯車がこの構造物のために稼働していた。この水車はエムス川から人為的に掘削された支流ウムフルート川によって稼働していた。エムス川とウムフルート川はビーデンブリュックの歴史的な中核縮を囲んで、 流れており、かつては都市防衛施設の一部をなしていた。この記念碑は2007年6月8日に完成し、フランツ・ヨーゼフ・クラーゲからこの都市に寄贈された。市はミュール広場の再開発に5万ユーロを費やした。2008年9月5日、公園に石臼が設置された。これは1888年に消失した上流所、アウフ・デ・ムシルデで用いられていたものである。 レクトラーツ通りには、兵士記念碑があり、聖エギニュース協会前には戦争と暴力に対する警告碑がある。レーダビーデンブリックは、1988年のノルドベストファーレン州ガルテンシャウの開催地で、アウトバーン A2 号線の左右にあるエムスカ藩の草地が会場となった。現在フローラベストファリカと呼ばれている、この場所は、広さ約60ヘクタールの広大な、 風景庭園として、市街地内に残されている。この施設内には、レーダ上巻庭園の一部、広さ約1ヘクタールの部分が含まれる。上巻庭園の残りの部分は4ヘクタールの広さがあり、一部は一般に立ち入りが可能である。上巻庭園の北西約3キロメートル離れた場所に、広さ約1ヘクタールのボスフェルト定庭園があるが、一般の立ち入ることはできない。 ビーデンブリュックには広さ約6ヘクタールのアムツハウスレッケンベルクの庭園がある。本市では日本の多くの木と一つの池がギュータースロー群から自然文化財に指定されている。多くの一本はレーダシクにあり、もう一本と池はザンクとビート地区にある。さらに2つの自然保護区がある。一つはアムメルシュグラーベン保護区。 もう一つは、エルデンブルーフーンとシュロスビーゼンレーダ保護区である。本市には多彩なクラブ、サークル、教会がある。主なものをいかに列記する。レーダビーデンブリュックには、毎年繰り返される一連の行事がある。そのうちのいくつかは、地域の枠を超えて重要である。社会生活のハイライトは、各地区の射撃協会の祭りである。正金曜日の更新ビーデンブリュックの幼子、 キリストマーケット道路、レーダービーデンブリュック市の道路交通網は、レーダービーデンブリュックインターチェンジによって接続するアウトバーン A2 号線を中心に構成されている。レーダービーデンブリュックは、連邦道 B55 号線及び B61 号線の出発点であり、さらに B64 が市内を通過している。ギュータースロー及びリップシュタット行きのローカルバスが運行している。本市は、 デアゼクサー運賃連合、アウル交通、BMBH に属している。ミュンスター、ハムへは越境運賃や NRW 運賃が適用される。レーダ・ビーデンブリュック駅鉄道、レーダ・ビーデンブリュック駅はドイツで最も運行本数の多い路線の一つであるハム、ミンデン線の駅であり、ここでミュンスター行きのバーレンドルフ鉄道が分岐する。この路線はかつて、 レーダービーデンブリュック南を通って、ディップシュタットにまで通っていた。この駅には、民伝、ビーレフェルト、ハム、ミュンスター、ルール地方に直行するレギオナルエクスプレスや、レギオナルバーンが発着する。航空ミュンスター、オスナブリュック空港及びパーダーボルン、ディップシュタット空港へは、それぞれ1時間から2時間程度で到着する。本は、レーダーとビーデンブリックに、 それぞれ一つの屋外プールを有している。また、ビーデンブリュック区には屋内プールもある。私立図書館は両宿にあり、合わせて約6万冊の書籍と約6500点のその他のメディアを所蔵している。レッケンベルクエムス市民大学は多彩な成人教育を行っている。私立、有限とセントルムアルデエムストール州では、 レーダにある公共の青少年活動のための施設である。ザンクトエギリウスユーゲントハウスは若者の余暇活動として事前活動を行っている。さらにこの施設では様々な年代のグループ向けイベントが開催されている。レーダビーデンブリックには病床数198床のセイビンチェンツ病院がある。以前はレーダに病床数80床のギュータンスロー市民病院の 分院があった。レーダ・ビーデンブリュック消防団は、約240人の団員がおり、レーダ、ビーデンブリュック、バーテンホルスト、リンテル、ザンクトビートの5つの消防隊を形成している。歴史的経緯に基づき、ギュータースロー軍全域を管轄する役所がいくつか、この町に存在している。ビーデンブリュック貯蓄銀行本社、レーダ・ビーデンブリュックで重要な産業は、木工業と、 家具産業、自動車産業である。アウトバーン A2 号線沿い、エルデトの市境付近のマールブルク地区に地域を越えた産業地区があり、アウレア A に経済センターという名称で商品の流通を行っている。ヘルツェブロッククラールホールツとエルデ、レーダビーデンブリュックは合わせて約150ヘクタールの土地を産業エリアとして開発した。この産業地区のためにわざわざ作られた ヘルツェブロッククラールホールツインターチェンジは2008年9月に完成し、開通した。印刷媒体、レーダービーデンブリュックでは4市の日刊紙が流通している。月曜から土曜まで毎日ローカル面を含むノイエベストフェルシェとベストファーレンブラッドのローカル版が刊行されている。両市はローカル面以外の一般記事をビーレフェルトにあるそれぞれの編集局で作成している。 同じくローカル面を有するエルデのィーグロッケとリップスタッドのデアパトリオットも月曜から土曜まで毎日観光されている。放送媒体、レーダビーデンブリュックは西部ドイツ放送のビーレフェルト地方スタジオやローカルラジオ局として報道番組を放送しているラジオギュータースローの放送エリアに属している。2011年9月からはプロアバイトが週2回 ブームバードラジオというタイトルで、ウェブラジオプログラムを制作している。対象集団はこの地域のすべての若者である。本市には、あらゆる形式の学校がある。市内には、基礎家庭学校が、アンドレアス・ベン・ネバーイコール・シューレ、パルク・シューレ、ブリューダー・ギリム・シューレ、ヨハニス・シューレ、ピュース・ボニファティウス・シューレ、アイヒ・エンドルフ・イコール・ポストダム・イコール・シューレの6校、ある。 上級の学校には、本家庭学校2校、実家学校2校、ギムナジウム2校がある。生徒数の明らかな減少と両親へのアンケート結果に基づき、市議会は2012年に、2つのキャンパスを持つ、総合学校の設立と、本家庭学校2校並びにエルンストバルラ派、実家学校の段階的廃止を決定した。総合学校は2012、13年の学年から、 フィルストベン通りとブルクベイクで開校された。本家庭学校2校とレーダの実家学校は2012、13の学年から入学願書を受け付けていない。いずれの学校も2012年夏以降は収束に向かうが、現在のキャンパスは存続している。アインシュタインイコールギムナジウム、ラーツギムナジウム、オスターラート実家学校は変更なく存続する。さらに、 養護学校として、ハイトブリンクシューレとギュータースロー分立、コペルニクスシューレがある。成人教育は、レッケンベルクエムス市民大学とその姉妹校、レッケンベルクエムス継続教育アカデミー GGM、BH が担っている。校舎は特に学校と職業との橋渡し的教育を行っている。職業訓練には、レッケンベルク職業補修高等専門学校とエムス、 職業補修高等専門学校がある。その他の学校としては、軍立消防学校、ペトゾルトマツケ音楽学校、ムジークガルテン、シュロス通りの音楽センター、ディートオンファブリーク、ハウスアウセルデザイン工房がある。2014年10月15日現在、レーダビーデンブリュック市には438人の教員と合計5742人の児童、生徒がいる。 基礎家庭学校が1821人、本家庭学校が432人、実家学校が916人、ギムナジウムが1912人、総合学校が470人、養護学校が191人である。2009年にルイビル大学と共同で HFH ハンブルク通信大学の学習センターがレーダビーデンブリュックに設立された。 ここでは46人の博士課程の学生が工業工学の学位取得を目指して学習している。博士課程は4年間で PhD を取得する。講義は英語で行われている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ダイレンハウス。 ドイツ北部で見られる家屋の建築様式で大きな入り口扉を備えた広い土間を持つ建物。ダイルイコール玄関スペースで北部では特に土間を意味する。ファクハリンハウス。低地ドイツ地方特有の平土間式の農家建築の様式ファクエローゼット。半円形のロゼット文様をドイツ北部の木組建築の装飾に対応される中世の防衛施設の一つで 二重の防壁の間に設けられたスペース。敵を誘い込んで防壁上から攻撃する。ありがとうございます。